今年のチームに関しましては、優勝をですね、目指せるそういうチーム、それだけのチーム力をがあるというふうに、思いましてですね、具体的に今まで言ってこなかった優勝、全国制覇という目標を掲げて、日々トレーニングしています。期待に応えられるようにですね、本当に これからチームをさらにレベルアップさせて、甲子園に乗り込んでいきたいというふうに思います。甲子園ではチームの魅力である切れ目のない打線を発揮して、東北悲願の優勝旗を持って帰ってくれるように頑張っていきたいと思います。本日は本当にありがとうございます。はい、頑張るぞ。よし。